グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工令。広いお庭ですね。どんなご相談があったんですか？うち あのホームページをご覧になった奥様から、はい、雑草対策のご相談があったんです。今この職人がいる場所の辺がもう草だらけで、はい、草がどんどん生えちゃって膝ぐらいの高さまで覆い茂ってたんですね、はい、それであの奥様がお困りになっちゃって、でもう今後石があの張ってあればあの草が生えませんのでね、全部もう石張りにしちゃおうっていうご提案をしましたら、それであの気に入っていただいて、であの石を今張ってるところなんですけれどもね、はい、これは石を割るなんかコツとかありますか？そうですね、もうやっぱり例えばこの職人さんはもうこの道30年ぐらいやってる職人さんなんで、うん、パンパン叩いて割れますけれども、うん、やっぱり修行してない人が叩いちゃうと、はい、違うところが割れちゃうんですね。あ、あの角度ぴったりで揃って割れてますけれども、そうですよね、ここら辺がやっぱり熟練工の技っていうところですね。はい、あのそんな簡単には割れないです。やっぱりですけどすごく時間がかかります工事に。今ちょうどこの手前の角のところですね、はい、そこの部分を張ってました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。雑草対策の施工事例がたくさん紹介されていますのでホームページをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。